はい、こんにちは。今回もね、年越しそば、鴨南蛮そばでございましてですね、2020年も年が明けまして、今ちょっとライブをね、年明けまでずっとライブやっておりましたけども、ライブが終わりまして、2020年です、ね、今年はオリンピックが開かれたりとね、まあ、忙しい時代になるかと思うんですけども、まあ、よろしくお願いしますということでね、私とね、まあ、一部の方は知ってるパートナーの方がいるところでもね、よろしくお願いしますし、パートナーの方でもね、2020年もね、2020年もよろしくお願いしますみたいなね、感じでございます。間違ってもあれから40年にはならないようにとしますからね。では、それでね、まあ、撮っていきたいかなと思うんですけどね、七味唐辛子のね、こう感じでね、うん、入れてでこうね食べてみたいと思いますね。で、いただきます。カボのだしとかです。では、うん、もう七味の辛さと、うん、味わいよくてね、でこの中の子の味が美味しくて、いい味ですね。で、なかなかの味わいと、時代がくね、なかなかのいいやつね。ここアイコンすごいしっとりとしててね、鴨だしのね、味わいと、下がって、でこの鴨の肉の
柔らかさに、うん、ネギの味が染み渡り、スープの辛さがあってね、2020年もこれで年越せましたわ。よかったです。でこういう風なそばというのはね、なかなか美味しいなっていう感じで、うん、なかなか美味しい味わいだなと思いました。というわけで2020年もね、どうぞね、いつもながらグタグタ動画になってたんですけどね、ね、体がグタグタにならない程度にね、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。